北海道では道北や道東を中心に雨が強まっています。現在いただいているウェザーリポートをこちら釧路市からですが、豪雨ですとのコメントでいただきました、はい、現在発達した低気圧が、はい、北海道道南から道東エリアをまさに通過中です、はい、豪雨そして、暴風となっているところもありますね。はい、現在の状況を見ていきましょう。はい、この時間は特に道東を中心に、はい、豪雨という激しい雨の報告をいただいております。はい、雨雲を重ねてみますと低気圧の中心を取り巻く発達した雨雲、一部積乱雲を含んでいますけれども現在、通過中というところですね。はい、低気圧も発達しているということで、道南から道東のエリアでは沿岸中心に瞬間的には25メートルから30メートルくらいの突風も観測されているような状況です。でこれまでに降った雨量を見ていきますと、えりも町のアメダス、はい、目黒というところでは24時間で165ミリの雨をすでに観測しています。すで、はい、に最大の峠は越えていますけれども、この後お昼前にかけては道東や道北の方で引き続き1時間に20ミリから30ミリぐらいの強い雨、場合によっては30ミリを超える激しい雨がまだ降るところもありそうです、はい、土砂災害なども起きやすくなっておりますので引き続き注意警戒をしていただければと思います。では今後の雨雲の動きを見ていきましょう。はい、低気圧に伴う発達した雨雲なんですが、お昼前にかけて次第に中心は東に抜けていきます。で昼前から午後の初めにかけてはですね、一旦雨も止んで風も少し弱まるところもありそうなんですが、まだ油断はできません、はい、上空の寒気に伴う次の低気圧、そしてその発達した雨雲、雷雲が夕方以降また北海道方面かかってきます。今度はまた南西側から雨雲、雷雲が流れ込んでくるという状況になります、はい、明日にかけても、短時間に強い雨、激しい雨の降る可能性継続します。落雷、突風などと合わせて、十分に注意をしていただきたいと思います。はい、詳しい雨雲などはぜひウェザーニュースのアプリケーションからもご確認ください。